マリサ。田植えの季節がやってきたわね。そうだな。ってことはそろそろあいつが活動しだすわね。あいつって誰だ？ジャンボタニシよ。ああ、ジャンボタニシは気温が上がり田に水が張られると活動しだすからな。そういえば少し前にジャンボタニシを使った自然農法とか言って、どこかの政治団体が言って大炎上してなかった？そんなこともあったな。その人たちはどうしてジャンボタニシ農法をしようとしたのか詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回はジャンボタニシ農法と言われるジャンボタニシを使用した除草法とその問題点について紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。ジャンボタニシは通称で呼ばれている名前で、本当はスクミリンゴ貝という南米が原産のリンゴ貝科に属する淡水性の大型巻貝でタニシではないんだ。あれ？タニシじゃないのになんでジャンボタニシって呼ばれているの？それは日本に在来しているタニシによく似ていて大きいからジャンボタニシと呼ばれているんだぜ。見た目だけで名前が付けられていたとはね。ジャンボタニシは体高50から80ミリメートルに達するほどの大きさで、淡水に住む巻貝の中ではかなり大きい種類になるぜ。ジャンボと名付けられただけあってかなりの大きさだわ。このジャンボタニシはエラのような器官もあるが肺のように空気中の酸素も取り込めるため、水中だけじゃなくて陸上でも行動できる貝で巻貝としては歩行速度が非常に速いんだ。肺がある貝？つまり徘徊する貝だったのね。はい。座布団1枚。この肺のような器官があるおかげで空気中の酸素を利用して乾燥に強く、水中から離れても簡単には死なないんだぜ。だから知らないうちに他の田んぼに入って繁殖し、気づけば他人の田んぼまで食い荒らしているなんてことになりかねないんだ。さらに稚貝といって生まれたばかりの貝は流水で移動できるため、さらに遠い場所で繁殖する可能性もあるからな。知らない間にジャンボタニシが田んぼに入り込んでしまっていることもあるのね。そういうことだぜ。食性は雑食性で何でも食べ、柔らかい草や田植えされたばかりの稲やレンコンのように植物を食べることもあるが、魚やザリガニの死体なんかの動物質のものも食べているんだぜ。雑食とは意外だけど稲が食べられると相当な被害が出るわよね。そうだな。食害といって田んぼの稲を食べるから深刻な被害を及ぼすんだ。稲が成長ししっかりと硬くなれば食べられることはないと言われているが、田植え直後から2、3週間の生育初期は注意が必要なんだぜ。ジャンボタニシが数千匹いれば、田んぼ一面の稲が24時間で綺麗さっぱりなくなると言われているからな。とんでもなく迷惑な生き物ね。とある田んぼでは収穫量が7割も減少して迷惑な生き物どころではないんだぜ。千葉県の農家ではジャンボタニシの被害により、毎年数百万円の損失が発生している上、駆除にかかる費用も年間100万円以上と高額であり、農家にとって大きな経済的負担となっているんだ。とんでもなく高額の費用がかかるのね。そんな大迷惑な生き物だから生態系被害防止外来種、日本の侵略的外来種ワースト100、世界の侵略的外来種ワースト100リスト選定種の一つにも指定され、世界中から嫌われているんだぜ。日本だけじゃなく世界からも嫌われていたのね。そういえば原産国は南米だったけどどうやって日本にやってきたの？ジャンボタニシは昭和46年頃に食用として台湾から長崎県と和歌山県に持ち込まれたんだ。当時はサザエやアワビに似て美味しい、養殖容易、高収入などと宣伝され全国各地で養殖されるようになった。ところが日本の食卓には合わず需要が少なく採算が取れないため、業者は廃業し日本各地に多くのジャンボタニシが廃棄されてしまったんだ。今ではその時に捨てられたジャンボタニシの子孫たちが日本で作物を食い荒らしているという状況だな。廃棄されたのによく命を繋いでこられたわね。ジャンボタニシは繁殖力が半端ないからな。卵は水面から離れた植物の茎や岸辺の壁などに産みつけられ、一度に200から300個の卵を産むことができる。産卵は3日から4日ごとで、繁殖期に約30回ほど産卵するから、短期間で爆発的に個体数を増やすことができるんだ。さらに日本の柿の気候では2週間程度で孵化し、幼体は水温と栄養状態に恵まれれば2ヶ月で生成熟するからな。とんでもないスピードでに増えていくわけね。そしてジャンボタニシの卵だがこれには絶対に触ってはいけないんだぜ。確かあのピンク色した卵には毒があるんだったわよね。ジャンボタニシの卵が持つ毒は神経を麻痺させる毒で体内に入ると危険なんだ。卵に触れた手で目鼻口や傷口などに触ると大変危険なので素手で触ってはいけないんだぜ。まずこの色が毒々しいものね。
このピンク色は警告色といって、私には毒がありますとアピールするものと考えられている。この警告色によって他の生き物に食べられることなく、安全に繁殖することができるんだ。原産地の南米でもヒアリくらいしか天敵はいないからな。ジャンボタニシの生存戦略がすごいわ。ここまで聞くと農家から嫌われている貝ジャンボタニシをイメージしてしまうかもしれないが、実はこのジャンボタニシを肯定的に捉えている人たちもいるんだぜ。ただこれには色々と問題があって、賛否両論あり、 SNS でのジャンボタニシを使った除草法の投稿が炎上したんだ。ジャンボタニシを使った除草法って、ジャンボタニシがヤギみたいに草を食べてくれるの？ジャンボタニシが稲より水田雑草を好んで食べる性質を利用して水田の除草手段として利用しようとしたんだ。だがこれには等しひらな白柿と微妙な水管理が必要で簡単ではないぜ。方法は稲苗が標的となる田植え直後に水張りをゼロにし、ジャンボタニシを眠らせ、その後、1日1ミリメートルずつ水深を上げ雑草の芽を食べさせる。10日後には一気に5メートルの深さにする。こうすれば株元が硬くなった稲よりも生えてくる雑草を好んで食べてくれるので、除草剤なしで栽培が可能であるとされていて、30日程度が経過すれば雑草の芽がなくても稲が十分な大きさになるので食べられることはなくなる。とされてはいるが、大雨などで水面が上がりすぎると食べられる危険はある。また稲が優先的に食べられない理由として水面下が硬い茎になることや、稲がケイ素吸収の特に多い植物で細胞壁が硬いことが原因としてあるな。もし仮にそれができたとしても管理が大変そうね。この行為により生息域が拡大したとの指摘があり、農林水産省は放し飼いせず駆除するように呼びかけている。ジャンボタニシ農法を取り入れている農家はいいかもしれないけど、そのせいでよその谷までジャンボタニシが拡散されていったら大変なことになるわよ。2020年に設置した水痘病害虫防除対策全国協議会で重点対策の対象に位置づけられ、マニュアルでは春夏は薬剤散布や水田への侵入防止などの対象療法、秋冬は重機を使った耕運による破砕や泥ごと水路からすくい上げて越冬できなくすることを進めているんだ。それくらいしないと駆除できないっていうことよね。一度ジャンボタニシが水田に入り込むと根絶させるのは困難だからな。ジャンボタニシは数が多いだけじゃなく泥の中に潜る習性があるため、人の手で駆除するのは難しいんだ。一度ジャンボタニシに侵入されてしまったら一生付き合わないといけなくなるのね。そのことを知ってか知らずか、2023年7月、三省堂奈良県支部の SNS が田植え実習を報告した動画の中で、観光農法では嫌われ者のジャンボタニシ君、自然農法では味方になってくれます。水の量を調整してジャンボタニシ君の協力を得て、今後草抜きなしでいけるかなと、ジャンボタニシを用いた除草法を紹介した。この投稿に火がつき、ジャンボタニシ農法なんてありえない、田んぼだとしたら自爆行為すぎるなどと批判が殺到。さらに党員によるジャンボタニシ農法が炎上する中で火に油を注いだのが、三省堂福岡支部の党員の投稿。最近はうちがジャンボタニシ農法をバカにしてるらしい。我が家は40年以上ジャンボタニシ活用して無農薬米作ってる。地域ぐるみで JA 福岡市が指導しました。三省堂なんかできるずっと前の話です。全国でもらったらいいのに、と投稿次第炎上したんだ。事態を重く見た農水省は6日、12シャープジャンボタニシ奉仕は止めてくださいと投稿。12日には農林水産大臣が、除草目的でも周囲に悪影響を及ぼすので離さないようにと呼びかけたんだ。農水省もかなり焦ったんでしょうね。そりゃあジャンボタニシが全国にばらまかれでもしたらとんでもない被害が発生するからな。ところで JA 福岡市がジャンボタニシ農法を指導したって本当なの？ JA 福岡市のホームページにはジャンボタニシを用いた除草法が2024年4月現在も掲載されているが、党組合がジャンボタニシ農法を推奨しているという内容の投稿がございますが、そのような事実はございませんと声明を出した。三省堂は公式ホームページに、党としてジャンボタニシ農法を推奨しているわけではない。ジャンボタニシは撲滅が必要。意図的に繁殖させるような行為は一切行われていない。誤解を招く可能性のある発信を行った支部や党員には発信内容を訂正し、今後はそのような発信を控えるよう指導したと発表した。ジャンボタニシを用いた除草法は表面的には有効な方法のように見えるかもしれないが、そのリスクと影響を考慮すると多くの問題があることが明らかだな。
これ以上被害を出さないためにもジャンボタニシの導入や奉仕を厳しく制限する必要があるわね。そうだな。ということで今回の解説は以上だぜ。知ってることとかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。